今回は前回の続きだ。真珠湾攻撃の無理ゲーに日本軍が成功した話だったな。そうだ。アメリカ太平洋艦隊の根拠地ハワイの奇襲を終え、第1波、第2波の攻撃隊が帰投したところで、第1機動部隊長官の南雲は決断を迫られる。さらなる追撃か？このまま撤退か？撤退か？追撃か？それが決断だ。で、どっちに決断したんだ？奇襲攻撃には成功したものの、ハワイには、給油艦ネオショーや重油タンクといった補給設備が残っていた。特に450万バレルも貯蔵する重油タンクを攻撃すれば敵の補給に大きなダメージを与えられると考えられた。しかも、空母一隻も攻撃できていない。かといって、追撃するのにはもちろん、リスクがある。喧嘩で言うと、とどめ刺すか？一撃加えたからもう反撃食う前に立ち去ろうってことだよな？迷うな。攻撃後、第3戦隊司令官三河軍一から再攻撃の愚心。さらに、第2航空戦隊司令官山口多聞少将からは、第2撃準備完了、という信号が送られた。トラトラトラ。その時、帰還した攻撃隊隊長淵田光雄中佐から、敵の反撃の可能性があることを知り、南雲は動揺していたという。迷うなぁ。指揮官は大変だ。その頃、連合艦隊司令部では、山本五十六大将に参謀の数名が、再度の攻撃を第一航空艦隊司令部に催促するべし、と進言していた。山本大将はどんな決断したんだ？山本は、機動部隊指揮官である南雲に任せよう、と答え、再度の攻撃命令を発しなかった。部下に一任したんだな。そして、南雲は決断する。どっちだ？南雲は帰還することを決意する。追撃ではなく撤退に決定。ちなみに、山口多聞少将は、南雲さんはやらないだろう、と第二撃の準備は整えたものの意見具申をしていない。南雲に決断一任した山本大将も、南雲はやらないだろう、と語っていたという。俺が決断しなきゃだったら、ガクブルしちゃうだろうな。またちびっているはずだ。ハワイ北方海域に留まっていた日本海軍機動部隊は、第一波、第二波攻撃隊の収容を終えた後、帰還する。もともと作戦計画では、2回の攻撃で十分な戦果がなかった場合、帰還した航空部隊に燃料と兵器を補充し、3回目以降の攻撃もあり得るとしていた。だが、機動部隊指揮官の南雲は、最後まで真珠湾上空に止まって戦果を確認した淵田中佐の報告から、米太平洋艦隊に大打撃を与えたと判断。これ以上の攻撃は必要ないとして艦隊を帰投させることにしたんだ。でも、補給施設や空母も攻撃できてなかったんだよな。追撃してとどめ刺した方が良かったのでは？ハワイのタンクにあった450万バレル60トンという貯蓄量だが、1930年代時点の総石油消費量試算では、太平洋艦隊は戦闘時で、1ヶ月あたり50万トンの燃料を消費するという結果が出ていた。つまり全て破壊していたとしても1ヶ月分の石油量に過ぎない。1ヶ月、足止めできたら良くない？いや、アメリカの豊富な石油資源と輸送能力を考慮に入れればそれほど大きな量ではないとも言われている。そもそも非常に燃えづらい性質である重油がタンクに貯蔵された状態で多少の爆撃を受けた程度で爆発炎上するとは考えにくかった。攻撃しても意味なしか。しかも、日本海軍は空襲に備え燃料は地下に貯蓄されていたため、地表のタンクはおとりである、と攻撃隊が判断し、あくまで主目標である艦隊への攻撃に集中するという判断に至った。アメリカ軍も日本軍が空襲来るって思わなかったから地下に貯蓄していなかったのかもだな。しかも、現実的にも追撃は難しかった。当日、第2波攻撃隊の最後の飛行機が着艦したのは、午後2時30分近く。日没前3時間だ。第1波、第2波攻撃隊は、着艦する順序に対艦船攻撃に備え、攻撃機は前機雷装、爆撃機は通常爆弾を装備していた。これらを陸上攻撃用に兵装を転換し、集団攻撃を行うとすれば、発艦時刻は早くて夕方5時頃になり、夜間攻撃、夜間収容となることが考えられた。しかも、その日の天候は、風速13から15メートル、うねりは大きく、運量は5から7、母艦は最大15度のローリングをしていた。この天候は平時ならば、演習中止になる気候だ。こんなに天候が荒れて、夜間に航空機を収容するの、それこそ完全無理ゲーだ。しかも、十分な成果を期待しうる攻撃を行うためには、大攻撃隊を使用しなければならない。しかし、荒れた海面で、
大攻撃隊の夜間収容を行ったとすれば、その混乱は想像に余るものがあり、相当の損失を覚悟しなければならなかった。でも、空母は？せめて空母を探して攻撃した方が良かったのでは？確かに敵の航空母艦が少なくとも2隻、ハワイ近海にいることは分かっていた。だが、その所在はつかめないままに二次攻撃を行い、夜間収容のために飛行甲板に転倒しているとき、敵母艦機の攻撃でも受けたら、それこそ最悪だ。リスクありまくりだな。二次攻撃をしなかったことで、南雲は批判されることもあるが、もし、それをして、大失敗していたらもっと非難されていたことだろう。とはいえ空母は攻撃したかったんだろ？南雲は、一旦、ハワイから撤退し北上。敵の基地飛行機の威力圏外から敵空母を捜索。もし発見したならば、これを攻撃しようと考えた。実際、翌日には広範囲の索敵を行ったが、敵空母を発見することはできなかった。空母、見つけることできなかったんだな。もし第二撃を行うとなれば、翌日の早朝だったが、これも敵空母の所在を確認しないままに行うことは無理だ。軍令部も、連合艦隊への命令は、在ハワイ敵艦隊を奇襲撃破す、であり、サイドの攻撃や石油タンク等を攻撃しなかったのは命令通りと、南雲の決断を支持している。そもそも海戦と同日に行われるフィリピン、マレー半島、香港などへの上陸作戦を成功裏に終えるための米艦隊主力減災を本作戦の主目的としていた。軍令部は南雲を一撃のみで損害を避けた見事な作戦指導と評価した。俺も次、喧嘩することがあったら、一撃加えて撤退しよう。戦後、南雲の決断は間違いで、二次攻撃すべきだったのでは？と、批判もある。だが、航空参謀の源田稔中佐は、南雲長官が真珠湾攻撃で最も多くの批判を受けていることについて、南雲中将の責任感の強さが誤解を生んでいるのではないか、と語っている。南雲長官は持ち前の責任感で命令通り、しっかりと結果出したってことだな。とはいえ、山本大将は、アメリカの国力差から、日本軍は短期決戦を想定していたが、攻撃目標に含まれていた主力空母2隻を撃沈できなかったことは初戦でアメリカ軍が持ちこたえる原動力となり、日本軍の短期決戦戦略が頓挫する一因となった。山本は空母の喪失を引き換えにしても戦争を終わらせるダメージを与えたかったが、南雲にはその真意が知らされていなかったという。んなこと言われてもな、自分の空母損失したら批判されるだろうし。空母を取り逃がしたことで、その後、ドーリットル空襲など一撃離脱を行うアメリカ海軍機動部隊は日本軍にとって悩ましい存在となった。これを一挙に撃滅すべく山本大将と連合艦隊司令部が発動することとなるミッドウェイ作戦で、日本は大敗を破棄することとなる。しかもだ。しかも、この真珠湾攻撃でフランクリン・ルーズベルト大統領は、翌日、議会と国民に向け、アメリカ合衆国にとって恥辱の日、と国民に語りかけた。アメリカ国民の愛国心は高まり、リメンバーパールハーバー、真珠湾を忘れるなというフレーズはたちまちアメリカ全土を席巻する国民的スローガンとなる。このスローガンにより、アメリカの青年は次々と軍に入隊し、国民は国債を買い求めた。真珠湾攻撃をして戦意をくじくつもりが逆効果だったわけか。アメリカ軍の受けた被害は戦艦などの艦船と飛行場などに集中し、その被害の大きさに比べて、艦船の陸民の多くは上陸していたため人的被害は大きくなかった。上艦を失った乗組員の多くは、新たに建造された空母へと配置転換された。二次攻撃もなされなかったため、艦ドックなど港湾施設の損害も少なかった。これは沈んだ戦艦の再生など被害からの復旧の助けとなった。無理ゲークリアしたのに。大本営海軍報道部は、アメリカ戦艦5隻撃沈3隻大破修理不能と大本営発表を行った。だが沈んだ戦艦8隻のうち6隻は後に引き上げられ修理され復帰した。最終的にアメリカ軍が失った戦艦は、アリゾナとオクラホマの2隻のみだったんだ。ぬぬ。そもそも真珠湾奇襲しなかった方が良かったのでは？もし真珠湾の奇襲をしなかったら、南方資源地帯の攻略作戦が順当に運んだかは非常に疑問だと言われている。アメリカ機動部隊は、真珠湾攻撃で大打撃を受けながらも、反撃するほどだから、もし奇襲攻撃に成功しなければ、海戦後、早ければ12月中、遅くとも1月中旬までには、強力な戦艦が、南洋軍島、さらには本土に対する空襲を行った可能性がある。そのため、
連合艦隊の大部分は、南方作戦の支援を打ち切り、アメリカ艦隊の迎撃配備につかなければならず、南方資源地帯を占領することすらできなかったとも言われている。でも、リメンバーパールハーバーの合言葉は生まれなかっただろ？たとえハワイ攻撃はやらなくても、フィリピンやグアム島の攻略作戦をやらないわけにはいかなかっただろうから、アメリカの世論が一つになるのは時間の問題だったはずだ。リメンバーフィリピンになってたってことか。事実として言えるのは、この真珠湾攻撃が行われた1937年12月8日から太平洋戦争が始まり、最終的に日本はおよそ310万人亡くなり国土が海人に帰し1945年に終戦を迎えたということだ。戦争は悲劇しか生まないな。今もハワイの青い海に似つかわしくない場所があるのを知っているか？なぬ？フォード島の東側。上空から見ると、水面の下に黒い船影がはっきりと見える。日本の真珠湾攻撃で真っ二つに折れて沈んだ戦艦アリゾナだ。まだ沈んでいるのか？日本軍の水兵爆撃隊の攻撃でアリゾナは被弾。巨大な爆炎を吹き上げ、アリゾナは1000人を超すアメリカ兵を閉じ込めたまま、沈没した。海面には、アリゾナの砲塔の一部が錆びついた状態で顔を出しており、そこには小さな黒いシミのようなものが浮かび上がり、それが海面で傘を広げたように広がっていくという、黒いシミ？今もアリゾナの燃料庫から少しずつ漏れ出ている油だ。今も油が漏れ出ているのか？管理する国立公園局によれば、燃料庫には今なお50万ガロンが残っているとみられ、毎日10リットル弱が漏れ出ているという。しかも、これからまだ500年、出続ける、と言われている。500年もか？環境への配慮から缶を撤去する話もあったが、中には未だ2000近くの遺体があるとみられ、遺体の原型を保ったままの回収がほぼ不可能なので、アリゾナは80年以上沈没したままの状態で保管されてきた。アメリカ兵の方たちもたくさん、亡くなったんだもんな。アメリカでは、この油を黒い涙、アリゾナの涙などと呼んでいる。黒い涙もう、そんな涙、流してはダメだ。決断をした南雲は真珠湾攻撃後、ミッドウェイでの敗北を経て、その後、転戦。サイパンの戦いで自ら命を絶った。亡き後、1階級特進により、最終階級は海軍大将。南雲は遺書を残している。すべからくその時を得て、帝国男児の真骨頂を発揮するお様子、世は残留諸子と共に、断固進んで米機に一撃を変え、太平洋の防波堤となりてサイパン島に骨を埋めんとす。南雲は日本の方角を向き自ら命を絶ち、専属副官が解釈した。南雲の最後の言葉は副官の、よろしゅうございますか？という問いに、どうぞ、だったという。アップ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところもあるからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟だけど、最新情報届けたいのでチャンネル登録、よろしくお願いします。